どうぞるです。そしてボンジュール、ボンジュールだ、どうもです、どうもです。ということで、ボンさん、はい、今週末ね、いよいよ迫ってまいりました。ついにクラロワリーグの世界大会ね、やってまいりました。この日が来ました。もうね、今ツイッターとかでもすごい話題になってると思うんですけれども、はい、まあ、この世界大会、世界各国から6チームのチームがね、集まってて、はいはい、まあ、日本アジア代表として、ファブゲーミング、出ているんですけれども、まあ、速報で、まあ、速報でっていうか、まあ、知ってる方も多いと思うんですけれども、はい、ファブゲーミングなんとシード権を獲得。そうなんです。おめでとうございます。これあれでしょ、事前に 1v1 で、そうそうそう、各チームから 1v1 の代表選手が出て、うん、こう戦っていって BO3 かな、うん、で戦っていって、で勝った選手、まあ、その勝敗によって順位がついてね、上位2チームがシード権なんですよ、はいはい、SK ゲーミングっていうその世界で一番強い、世界で一番強い優勝候補って言われてる、はい、SK ゲーミングと、でファブゲーミングが実はこれが行われるまで、はい、一番弱いって言われてたんですよ。6チーム中多分優勝の確率は一番低いだろうって言われてたファブゲーミングが、前評判で弱いって言われてたファブゲーミングが、ガツッとね、来た、シードを獲得いたしましたので、どうだどうだ、これがファブだ、これがファブだ。なんのいや、なんか悔しいよ、悔しい、悔しいじゃないですか。まあ確かにね、言われっぱなしだったね。もう一つすごいのが、うん、このワンワン、今年はその各チームから誰が出てもよかったんです、はいはいはい、その2人以上出てもよかったんです。あ、そうなんだ、あ、切り替えて、入れ替えて、入れ替え OK っていうか、はいはいはい、まあ、このチームに対してはこの人、うん、このチームに対してはこの人っていうのができたんですけど、相性わかんないけど、そうそうそう、ポケモンだ、ポケモン。それは選手たち失礼でしょ。ごめん、本当ごめん。ファブは唯一一人だけなんですよ。ジャック選手が一人で。で、各チームやっぱ二人以上。まあ、そうだよね。そう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 。疲れます、ね。準備しておいた方が。そうそうそう。準備して、あのチームにあの選手って当てた方がいいですけど、ジャック選手だけ唯一一人で挑んで。マジで。バッタバッタと。マジバッタ。世界の強豪。ジャック切り。ジャック切りしていった。ジャック切りした、ジャック切り。何のテンションなんですか。空回りしてません、ね、大丈夫ですか。まあ、というところで、うん、ジャック選手はすごい強かった、はい、で SK ゲーミングがやっぱ優勝候補って言われる理由、あ、まあ、あるんですけど、ワンワンが強いんですよ。で今回のこのシード決めの時も、うん、SK ゲーミングは実は全選手出たんですよ。全選手出て、うん、で世界一強いって言われてるハービー選手が1回落としちゃったんですけど、うんうん、他の選手はもう全勝で。何それ。そう、何それ。だからもうワンオンワン、誰が、本当に誰が出ても強いっていうのが SK ゲーム、全員奇跡の世代だもん。だからもう本当にその世界トップクラスのワンオンワン選手が全員揃ってるのが SK ゲームなんですよ。いや、まあ、ちょっとね、今日はクラロワリーグの、まあ、予習動画としてね、はい、皆さんもちょっとクラロワリーグいろいろ知っときたい、その各チーム知らないよっていう方もいると思うので、うんうん、まあ、予習でいろんなチームの、情報をちょっと、一つ一つ見ていければなと思っております。確かに、はい、アジア以外僕ね、あんまり知らない、あんま知らないですよね、あんま知らない方も多いと思うんで、うん、まあ、知ってるよって方も多いとは思うんですけれども、改めてちょっと世界大会を見る前に各チーム知っとこうぜっていう、勉強会でございます。ぜひお願いします、アンバサダー。そう、一応ね、僕名誉アンバサダー任命されてるんで、ちょっと広めていかないとな。初代アンバサダーお願いします。2代目出てくれるとね、僕嬉しい。あ、ポンさんかもしれない、かもしれない。まずファブからいきましょうか、はい、ファブはやっぱりワンオンワンもめちゃめちゃ強いよって言われてるジャック選手の他に、やっぱりツーオンツーのケンツメス選手と、あとはキタッシャン選手、この2人がね、キーマンになってくるかなと。めちゃくちゃ勝ってましたもんね、まあ、そうですね。でアジアは実はその他の地域に比べてもツーオンツーのレベルが高いって言われてるんですよね、うん、なんで、そうなんだ。そのでワンオンワンは逆にちょっとこうジャック選手1人に負担がかかっちゃいやすい、はいって言われてたんですけど、うん、今回シードを取れたのはファブにとってはめちゃめちゃでかい。ほう、その人数が少ないチームなんで、ファブは4人だもんね。4人しかいない、うん、男子選手も含めて4人しかいないチームなので、そのやっぱ連戦になるとね、3試合になると優勝までが遠かったんですけど、シードを取れたことによって、まずその当日2試合勝てばもう世界一を取れるっていう、世界一にぐっと近づいて、かつ1回戦勝ってる状態だもんね。そう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 、うん、で、その1回戦がないっていうのはもう本当にでかいことだと思うんですよ。はい、確かに。で、ファブは特にね、うん、こう3人で基本戦っていくっていうのを今までの、形としていたので、ずっとそうですね。そうですね。ほぼなんで、ファブの勝ち筋としてやっぱりアジア強いって言われてる 2on2、まず、ケンツメ選手とキタシアン選手が取って、はい、その後、ね、最強のジャック選手にバトンを渡していくっていうのが多分勝ち筋になってくる。いや、いいリレー、いいリレー、いいリレー。で、まあ、ピンチの時にやってくる、ね、ダニパイセンの、ね、ダニパイセン、ね、活躍も期待したいなというところでございます。もう中で一番仕上がってるって言いましょう。
何がダニパイさん、ダニパイさんがね、昔からその一番誰よりも練習してて、そうで、まあ、ちょっと活躍してほしいですけどね、個人的にはダニさんすごい好きなんで、あのパイセンに活躍してほしいなという感じでございます。そしてあとはアジアでいうと、うん、OGN エンタス、はい、TNT 選手、 TNT 選手がやっぱりね、あの1 on 1ですごい強いんですけど、うん、OGN はすごいバランスが良くて、はい、2 on 2のペア2人と、はい、あと1 on 1にも2人選手がいるんですよね。ほうほうほう。 TNT 選手めっちゃ活躍してるんですけど、やっぱダンデライオン選手の勝率もめっちゃ高いので、そうなんですよね。そうなんです。だからキングオブザヒルに行ってもやっぱ結構強い2トップなんだ。本当にバランスがいい、はいはい、ね、チームなのかなと思います、ね、なるほど。でアジアでやっぱり世界トップレベルで戦えるのがこう TNT 選手 と、ジャック選手とも言われていて、これなんか誰かプロ選手から僕聞いたんですけど、やっぱあの2人はアジアの中でも、あ、そうなん、抜けてると、ね、プロ選手の中でも別格って言ってました、ね、はい。なんでもうこの TNT 選手の、ね、活躍もちょっと注目、アジア勢としては、楽しみに。ただ、はい、僕 TNT 選手を、はい、爆笑させてますから本当ですか？笑わせてますから。 TNT 選手ってあんま笑わないことを、そうそう、イメージあります。勝ってます。いやだこの前なんか PV みたいなやつで、はい、ボンさんあしらわれてましたからね。違うあの後めっちゃ爆笑してそれは面白い、面白い、それは絶対嘘でしょ。本当ですか？絶対嘘。それは嘘でしょ。それは嘘。SK ゲーミングいきましょう。SK ゲーミング。SK ゲーミング世界、まあ、シード獲得して世界一強いチームとも言われてるんですけど、はい、まあ、さっき言ったように4人とも 1-1 がめちゃめちゃ強い。うん、4人のチームなんですよね、はい、4人なの？4人のチーム。ここで、ハービー選手っていう、はい、去年あのポノスがね、うん、負けた、うん、ハービー選手、うんうん、このハービー選手がこの1年でまたぐっと上手くなって、また強くなったの？今、一番世界で上手いって言われてるのがこのハービー選手。まだ強くなった？まだ強くなった。今年1年でまたぐっと成長して、で、勝率も 90% 超えてるんですよ、このチーム。90% 超えてる。1 on 1本当に負けない。1 on 1もキングオブザヒルも勝率が異様に高いと。バケモンクラス？バケモンクラスが揃ってる。それが4人いる。おそらく決勝もこの SK ゲーミングが来るんじゃないかなと予想されてますね。はい、逆に SK ゲーミングを倒しうるチーム。いやだから2 on 2は取らないといけないけど、まずいたいね、もちろん2 on 2も上手いんで相手もね。そうなんだ。だからそこがちょっとね。いやすごいな、はい。ハービー選手、モルテン選手、はい、オッピーサム選手、でセルジオラモス選手。セルジオラモス選手は一昨年世界一取った選手。世界一の選手もいるの？世界一の選手もいる。ちょっと待ってよ。まあ、でもラモス選手はね、はい、去年ちょっとこう振るわなかった感じもあります、ね、まあまあ。とはいえよ。とはいえ今年はバキバキに仕上がっているので、ね、楽しみですね。でもう一つのウエストのチームなんですけど、はい、もう一つは、チームリキッドっていうチームで、リキッド、これがねちょっと残念なニュースで、何、サージカルゴブリン選手が、はい、有名なサージカルゴブリン選手が、ビザの関係で出場できないと。そう。ビザがねちょっと厳しい国もありますからね。ビザこればっかりはどうしようもないですね。はい、日本人は、うん、結構こう日本人ってこう信頼が厚いんで、どの国に行ってもこう受け入れられやすいんですけど、やっぱ国と国によってはね、そのちゃんと手続きを踏まないといけない、その渡航できないっていうことがあって、サジカルゴブリン選手は今回接触できない。サジゴブ見たかった。サジゴブね、僕も一回コラボしたことありますからね、動画で。あ、はい、あります、あります。ちょっとサジゴブ来ない？え、僕ファンタジーロワイヤル、サジコブ入れました。いや、サジコブ、あの、はい、パブの4人入れましたけどサジコブ入れましたね、はい、どうなっちゃうの？確かに。でチームリキッドはちなみにこのサジゴがかなりキーマンなんですよ。ですよね。そう、シーズン中もサジゴブが 1-on-1 でかなり勝率 80% とかで、はい、すごい勝ってたんで、サジゴブがいないときついかなと思いつつ、実はですね、はい、今回シーズン中に登場していないイゴール選手っていう選手が、イゴール選手、はい、このチーム結構ね、ウエストってもともとヨーロッパ、ラテンアメリカ、そしてアメリカ、ここのリーグが一気に今年から一つのチームになったんです。全部まとまった。全部まとまった。全部まとまって一つの、リーグになった。だからまあアジアで言うと、そのリーグアジアは今東南アジア、韓国、日本なんですけど、はい、さらに中国ももうギュッとなったみたいな感じですよね。はい、イメージとしては。だからそのウエスト今年1年間ギュッとなった状態で戦ったんですけど、実はこのチームリキッド、はい、イゴール選手っていう選手抜きで3人だけで2位になったんです。3人でリーグを勝ち上がってきたチーム。じゃあもうエントリーバレバレなんだ。バレバレ、もう2オン2とはもうそれ以外組み合わせないから。そうよね、そうよね。だからずっとサジゴブが 1-1 で勝って、はい、で2人が2オン2で勝ってで勝ってきたんですけど、キングオブヒルとか絶対その3人だもんね。そうで、今回はサジゴブが来れない、1人
の代わりにイゴール選手っていう選手が来てる、はい、イゴールは何者なんですか。イゴール選手は前回のシーズンで世界一を取ってて、はい、もう何回も世界一を取ってる選手なんですよ、はいはい、実力はもうめちゃめちゃすごい。ただ今年はビザの関係で、はい、それこそリーグにはレギュラーシーズン、今度またビザでビザでレギュラーシーズンは出れなかった。だからサジゴブとバトンタッチで世界最強の男イゴールがマジか出てくるわけですよ。よかったねイゴール出れて。イゴール出れてよかった。本当そうよ、ね、イゴールはちなみに、迫撃世界一の人ですね。迫撃昔から迫撃といえばイゴールって言われてたんで、もう一番世界で一番迫撃がうまいプレイヤーだと思います。マジか。チームリキッドもサジゴバがいないからといって油断ならない。確かに簡易クリゴール選手、はい、ゴール選手じゃあ世界大会がデビュー戦なわけ。リキッドでの、まあ、リキッドではそうかもしれないですね、もしかしたら、はい、僕は、ね、僕の今手元にある情報だと、はいはい、ほとんど出てない、チームで。それも楽しみですね、謎の選手が。そうなんですよ。イゴール選手はもうゲーム内ではね、うん、いつももう上位にいるんで、うん、知ってる方も多いと思うんですけれども、その実力がまたオフラインあれだ、ファンタジーロワイヤルで一人写真がなかった選手。そうだからないんです謎の選手出てないから出てないから、そうイゴール選手が出てくる。イケメンでしたよ、僕写真見ました。本当に、はい、イケメンでした。じゃあ続いて中国いきますか。 はい、中国はねやっぱ去年世界一取ったノバですかね。うわノバ、ノバが去年世界一取りまして、名門クラブ、クラブというか、そうね、ちなみにスーパーセルタイトルだと、はい、今年クラクラでも世界一を取って、クラクラ、はい、ブロスタでも世界一を取ったのでこれクラノアでノバが世界一を取ると3冠達成されちゃうんですよ。年内3冠、年内3冠、だからもう本当総なめですよね。すげえ逆にすごいですよね。だって別に同じスーパーセルタイトルといえ全然ゲーム性違うじゃないですか、クラクラもブロスタも。だからそこでやっぱノバ去年世界一取ってますから、今年2連覇かつ3冠を狙いにね。3冠は今年のノバも強いです。ちなみにさっき紹介した、SK ゲーミングのセルジオラモス選手は去年ノバにいたり、だからまた離れたり、 あとはそのアジアに来たねレジェンド選手なんかも、去年はノバにいたんですけれども、今年はですね去年と同じメンバーリトルもう抜けてリトルチェーン選手と、はい、エルシオップ選手、はい、この2人はもういまだかつて、うん、今だに、うん、主軸ですね、うん。あとねヨセフ選手っていう選手がすごい強いので、はい、ヨセフ選手、はい、こうちょっと知らない方も多いと思うんですけれども、知らなかったです。ちょっとこう要注意の選手かな。まだ他にもその代わりに新人のすごい選手が来てるんだ。本当に強い選手がたくさんいますね。じゃなきゃチャイナでね、そうですね、優勝できない、まあ、間違いないですよね。絶対ただチャイナは今年かなり接戦だったらしいですよ。あ、そうなんだ。はいはい、結構もっとそれこそノーバイスポーツだった選手が、うん、アジア内にもこう移動してたりして、うん、はいはいはい、すごいリーグが激戦だった、激戦だった。逆にウエストは圧倒的に差がつきましたけど、ね、そうなんだ。そうです、そうです、はい。確かウエストはそれこそ SK ゲーミングが勝率 90% 以上だった。そんなチームいたらそうよね、うん、それはそうよ。そしてラスト6チーム目、はい、チーム、エドモンドゲーミングエドモンドゲーミング、エドモンドゲーミング、エドモンドゲーミング、わかんないですけど、はい、すぐ親近感湧いてきたエドモンドゲーミング、エドモンドゲーミング、エドモンドゲーミング、はい。こちらはですね、うん、唯一女性のプレイヤーがいるっていうのが聞いたことある、はい、女性プロプレイヤーがいるチームが世界大会出場する。来ました来ました来ました。でただこの女性はですね、シーズン中1回も登板されてないと。まあ、実は正確には1回出場してるんですけど、うん、出場した時はもう優勝というかそのもう通過が確定してる状態なんで、後に、まあ、消化試合っていう感じの出場で、しかもそこで負けちゃってたので、あ、なるほどね。まあ、多分世界大会出てこないかなとは思うんですけど、いやでも出ては欲しいですよね。まあ、でもベンチには多分いる、いますよね、います、います、はい、女性のプレイヤーありがとうございます、花をありがとうございますありがとうございます、まあ、でもね世界大会で女性がいるっていうのもそれちょっと嬉しいですよね。嬉しいですね、はい、携帯ゲームなんで少なくとも実力ありますから、はい、まあ間違いないです。めちゃめちゃうまい、めちゃくちゃうまいです、はい。でこのチームはですね、この人っていう、こうみんなが名前を知ってる選手はいないんですけど、うん、結構3人軸がいて、ほうほう、結構バランスが取れてるというか、バランス型、この3人が、2オン2も1オン1もこなせちゃうんですよ。3人とも1-1強いんで、回して回して、そう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 、で、はいはい、1-1が強い選手がこう何人もいるっていうのはやっぱチームとしては強いですよね、うん、確かに。その対策もされづらいし、そ、ね、その疲れにくいし、うんうんうん、やっぱりどうしても1人の選手に負担がかかっちゃうと長期戦の世界大会だと、まあ、どうしてもこう集中が切れちゃったりするので本当に疲れるらしいですね。いややっぱもうだって全集中で戦ってるわけなんで、これを連戦ってなると、うん、だからそういう意味でもシードを獲得した SK とファブはかなりでかいんですよ。有利だ、有利なわけでございます。ありがとうございます。というところで、まあ、6チームね、ざっとではありますが、まあ、紹介させて、いただきました今回、世界大会でございますが、はい、日本時間で12月8日の、朝5時から、放送はございます。日曜日の早朝、日曜日の朝ですね、はい、
ただ、ファブが出るのが多分4試合目からなので、そう、1試合目はそうシードがあれなん で、 でどうせどうせとか言ってあれだあの世界大会は、はい、あのオープニングセレモニーありますあります結構長めにあると思うんで、はいはい、多分、朝7時ぐらいに起きとけば大丈夫だと思います。多分ね、多分8時でも大丈夫かもしれないけど、いや、怖い怖い怖い、5時から見てほしい。で、 もちろん見ますよ。僕は3時入りです。僕は3時入りです。現場3時入りなんで、実況解説現場に、はい、ぜひ皆さん、朝5時からね、あの世界大会の素敵なセレモニーから見ていただければなと思います。よろしくお願いします、というところで、じゃあ本日は、世界大会、まあ、予習の、回でございました。またね、あのいろいろ情報解禁されていくと思います。あ、トーナメント用も出ていたの で、 で、ね、トーナメントとかもね、ぜひ皆さんチェックしていただければなと思います。よろしくお願いいたします。楽しみです。というところで、じゃあ本日の動画はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。